球団の皆さんと話をさせていただいて、本当にどの球団も素晴らしかったですし、まあ、ただ何球団こう誘いをいただいても答えれる、イエスと答えれる球団は一つしかないので、前の日の夜というか、まあ、発表したのは次の日のお昼なので、まあ、その前の晩ですかね、まあ、あとは決断理由ですか。決断理由に関しましては、まあ、これが一つというわけではなくて、まあ、本当に交渉をさせていただいた、全ての球団の皆さんと話をさせていただいて、まあ、本当にどの球団も素晴らしかったですし、まあ、ただ何球団こう誘いをいただいても答えれる、イエスと答えれる球団は一つしかないので、まあ、そこに対して自分が最終的に、まあ、ここでプレーしたいなという気持ちに素直に従った結果かなという感じはします。もともと後払いっていうのは、まあ、どの選手も大型契約になるとつくものではあるので、そのパーセンテージに関してはあとは選手に一任するというところではありますし、まあ、そこを含めて、まあ、自分が今受け取れる金額を我慢して、まあ、ペイロールに柔軟性を持たせれるのであれば、僕は全然後払いでいいですというのが始まりですかね。まあ、あと他球団の契約に関しては、まあ、今も他の選手の交渉もしている最中だと思うので、まあ、僕の口から、まあ、具体的な球団名だったりとか、交渉の内容に関してはあまり、まあ、言うことができないというのが、この場で言うことができないというのはあるかなと思います。Here is the major league debut of Shohei Ohtani. 2021 most valuable player. A career high 13 strikeouts. He is the definition of discipline. I like it. Let's dive into Ohtani. It is showtime. This guy seemingly knows his place in history. It's Shohei's world. And it's gone! Shohei! Best player in the world right now. Not even close. Shohei Ohtani. Complete game shutout.